今日はビッグマイナーチェンジした、オデッセイの試乗をさせていただいてます。今回はちょっとまあホームページとかでさらっと予習はしてきたんですけど、かなり大掛かりなマイチェンみたいで、本当にもうエクステリアがかなり変わってますよね。フロントマスクが、まあ、今風というか押しの強いデザインになったり、ね、リアのコンビランプも大型でなかなかかっこいいですよね。であと使うかどうか分かんないですけど、ジェスチャーでスライドドアが開くっていうやつとか、リアがパワースライドでね、足先で自動で開けられたりとか、まあ、かなりこう力の入ったマイナーチェンジっていう感じですよね。はい。で、パワートレインの方はどうも変更はないみたいなんですけど、サイレントアップデートっていうこともあるので、まあ、小さな改良はしてるかもしれませんよね。で、まあ、この EHEV はね、街中の乗用域ではほぼほぼモーターで走るという、まあ、電気自動車に近い感覚ですよね。まあ、エンジンの発電機付き電気自動車みたいな感じだと思うんですけど、でメーターがね、前は確か中央にドンとメーターがある、スピードメーターがある感じでしたっけ。で今回はこの二眼メーターっていうか、このインサイトとかねと同じ感じになってます。で右は物理メーターですけど、左は液晶ディスプレイですよね。でやっぱりこのまず乗っててこう目につくのがこのデカナビですよね。でかいめちゃくちゃ見やすい。フロントマスク同様にこうドンと押しが強いというか、非常に見やすいですね。やっぱり、ナビは大きい方がいいですね。でまあ内装も結構ねいい感じになって、ここ今回ね、この下の方がなんかソフトパッド、前は上の方やったと思うんですけど、下がソフトパッドになったり、であとこのタッチ式のこれはね、いろいろと賛否あるみたいですね。やっぱり走行しながら割とよく触るとこなので、こうデコボコのある物理スイッチの方がいいんじゃないかっていう声もありますけど、まあ見た目はねシュッとしてかっこいいんですけど、まあ使い勝手が本当にいいかどうかは若干疑問点はありますね。はい。でまあモーターね、乗用域はモーターなんで、まあ、本当に静かで、今エンジンもかかってませんし、で今オーディオのボリュームを絞って、エアコンも入れてないので非常に静かです。はい。でもまあ最近のねアコードとか、まあ、この間ホンダ E にも乗りましたけど、シフトがねこうまあ未来的な感じとかボタンになってるのが久々にこうなんかシフトレバーっていう感じで、でもなんかもうおっさんにとってはこういうなんか物理レバーの方がなんかこう安心感があるというか、車の操作してるっていう感じではありますよね。で今日はちょっとやっぱり新しい車で注目されてるのが、ちょっと市場の予約がいろいろと入ってるみたいで、今日はちょっと時間がないんで短縮版でお送りします。いつものとこまではちょっと行けないと思うので手前で U ターンしますね。で今回また最近は通常版と、通常のこのビデオ版と、あと VR 版を回してるんですけど、ね、VR 版ではねこういろいろ360度ぐりぐり回して、ね、後ろのこのシートの豪華なねシートの感じとかいろいろ見ていただきたいんですけど、でこれアームレストめちゃくちゃでかくて、これ本当楽ですよ。なんか いい気分な感じで乗れますね。で、この信号の向こうからは60なので60まで加速しますね。ドン。滑らか滑らか。ちょっとエンジンかかりましたね。やっぱりこうグッと加速するときは
ね、電源供給がエンジンからも同時に行くみたいです。でもこうなんかね、やっぱりホンダ E の時のね、あの音もなく加速するあの違和感からすると、このエンジンがこう回ってこう吹き上がるというのは、やっぱりこう自然なフィーリングというか、やっぱり車に乗ってるよっていう感じがして、僕は好きですね、こっちの方がね。本当に時間ないな。もうこの次で U ターンしよう。で、これは、アブソリュートの EX、ね、EHEV やるです。下が待ってません、ごめんなさい。アブソリュートの EX の一番、まあいいやつですよね。まあ、これでもね、あのホンダ E のアドバンスよりは安いですから、まあね、まあ、あの3列シートがいるかどうかっていう問題はありますけど、やっぱりこっちがいいかな、うん、荷物もたんまり入るし、たくさん乗せれるし、うん、やっぱりホンダ E はね、なんかファーストカーというよりもちょっと裕福な方々のセカンドカーっていう感じなんですかね、うん、まあ、あんまり庶民の僕には一生ご縁がないと思いますちょっと前からね、アクラの交差点まではここ60になってるんで、ここの U ターンで60までの加速テストやってみます。本当に質感がすごくいい感じですね、うん、まあね、400万台の車だと、まあ逆にこれぐらいの質感になってもらわないとね、うん、まあ、オデッセイもね、僕初期型の初代のマイチェンゴモデルに乗ってたんですけど、もうそれからするともう比べ物にならないぐらい、まあ質感もお値段もね上がってますよね。で、まあ、ネットの記事とかいくつか見たところによると、まあ、打倒 T さんのアルファードというか、うん、そのね、牙城を崩せるかみたいな感じでいっぱい記事が上がってますけど、まあ、かなりデザイン的にはね、本当にビッグマイナーで、うん、かなりかっこよくなったかなと思いますね。で、特にやっぱり僕はリアのデザインっていうか、やっぱり車ってこう後ろからね、前の走ってる車見ることも多いので、こうすれ違うのはね、一瞬でもこうね、ついていくときっていうのは前の車って結構ずっと見たりするんで、その時にあ、ちょっとかっこいいなとかっていうね感じがあるとすごくいいと思うんですけど、この今回のこのオデッセイのテールはなかなかかっこいいんじゃないかと思いますね、うん、なんかこう久々に見ててこう欲しくなるデザインっていうか、うん、すごくいいと思いますね。まあ、フィット4が出たときに、僕、今、フィット3に乗ってますけど、まあね、それは新型になって、ね、EHEV になって、走行性能も良くなったし、いろいろと良くはなってるんですけど、まあ、正直そんなに羨ましくなかったっていうか、フロントマスクは絶対フィット3の方がかっこいいぜって、やっぱり今でも思ってるので。うん、やっぱりこう車ってね、パッと見のこうデザインっていうか、やっぱりかっこよさっていうのはすごい大事だと思うんですよね、うん、で最近のね、ホンダさんは、あ、その前に加速いきますね。ここから見ますよ、せーのドン、はい60、はいはいやっぱりあっという間、うん、相変わらずこのパワートレインは秀逸です。はい、で、まあ、さっきも言いましたけど、このね、エンジンがうなるのが逆に自然な感じで、すごく車に乗ってるという、うん、いい感じです。で、今ちょっと前後に車いないのでちょっと振りますよ、うん、やっぱりこの低重心なんでね、カチ
ッとしてるっていうか、うん、そこはやっぱり走りの本だっていう感じですよね。こうミニバンにしてもその低消化技術でね、低重心でこう走りはこう手を抜かないっていうね、そういうところがやっぱりホンダらしいというかいいですよね。うんうんうん、カチッとしてる。はいはい。やっぱりいいですね。うちは3人家族なんで3列シートなんか全くいらないんですけど、でもなんかいいな。50になるんですよね。ブラインドスポットインフォメーションがね、オレンジに光るのが分かりやすいですね。ホンダ E の、 あのカメラのサイドミラーで、ね、あのもうちょっとこう中の方にこう映像というかがあったんで、なんか今はちょっとこうやっぱり左右にかなり首振らないとミラーが見えないっていうのが、あ、なるほどなと思いましたね。あのホンダ E のあのミラーシステムはなかなかやっぱりいいですよ。うん、というわけでちょっとまあいつもより短かったんですけど、オデッセイビッグマイナーしたオデッセイの試乗でした。はい、ご覧いただきありがとうございました。